でも最近ペコーラさん、財布を持ちたくなくて、あれが欲しいの。カードケースみたいな。いや別にマネちゃんに出させてるわけとかじゃなくて、そうキャッシュレスにしたいのペコーラ的には。でカードを入れるような、なんか薄っぺらい財布あるやん。薄っぺらいカード入れてちょっとチャックがついてて、そこにまあお札だったり小銭も入れれますよみたいな、あれがね欲しいの最近。あー一瞬憧れるよねいやあれなんかかっこよくないと思って。スマホでよくね、スマホで決済したことないんだよペコーラ。スマホで決済の仕方がわからない。それ遅れてますよ。ペイペイとか使ったことない。何それ、名前聞いたことあるよペイペイ。いや遅れてるとかじゃない、別にええよ。は関係なくない、携帯でむしろそう決済してるのが何今のトレンドなわけ。別に関係なくない、それは。は自由やん、個人の自由じゃん。いやなんかペコーラもさ、携帯のね、あの決済みたいなやつをやってみたいと思って一回入れたことがあるんだけど、結局よくわかんなくてやめたんだよな。マネちゃんが、今のマネちゃんじゃないんだけど、前のマネちゃんがそのペイペイだったかな、なんか携帯でなんかピッてやってたから、なんかあ携帯のやつもいいんだなと思ってたんだけど、あねえわ、それ使えなくて結局消したのか、アプリやめたんだ。そうだからペコーラコンビニ行くときポケットに小銭ジャラジャラ入れて自動レジにぶち込んでるもん。もうとりあえず値段とか気にせずにポケットに入ってる小銭全部ぶち込んでお釣りもらえて帰る、それにしてるもん最近は。そう最近のレジは自動だから助かるよ。あの店員に見せなくていいから小銭消費できるよマジで。なんか昔はさ店員さんにさ渡してたけどさ、今はもう自動じゃん。だからなんかもうすごいの恥ずかしげもなくやってる。おばちゃんのやり方だよね。違うよ、小銭は減らした方がいいんだよ。家にめちゃめちゃあるもん。いやなんかさ、お札とかを使いまくると小銭だけがやっぱさ増えてくわけよ。だからコンビニとかじゃないと小銭は消費できない。だからペイペイのやり方がわかんないな。じゃあペイペイでよくねって言うけど、だからペイペイのやり方がわかんないからやってないの。いいの、カード使えるところはカードするし、うん、カード使えないところには現金でええの。それで生きてんの。マジペイペイだのパイパイだのよくわかんねえこと言いやがって。こうやって頑固者ができてくんだろうな。いい、別に知りたいと思わない。今十分これで生活ができている。こっちの方が簡単ですよ。いい、大丈夫、これで生きているから。こんな感じなんだろう。多分それで教えてもらったら、なんでもっと早く教えてくれなかったんだってなるんだろう。いずれ使ってますって突然自慢しそう。確かにペイペイ使ってるよーっつって。ペコちゃん財布にいくらぐらい入れてんの今。うん、小銭も入ってる。今カードとクレカとかいろいろカード入れてるのと、え、札入れてたよねペコーラ。今カードと、うん、シール、カードと700円。ちょっと、え待って、1万円は入れてた。ちょっと待って、いや違う、おい1万円消えた。ペコーラの1万円誰だよ、盗んだやつ。マジで現金で払わなきゃいけないところがあると思って必ず1万円は入れてるはずなのに、それが700円になってる。おかしい、ちょっと待って、ペコーラの1万円札どこ行った。イスカンダルに変わった。確かにさっき1万使ったわ。現金払いじゃねえかな。やっぱりマネージャーに出さしてる。出さしてないよ、カード使ってます。ペコーラはカード、すみません取り戻した。こらー、そうだから最近はそのカードケースみたいなやつが欲しいなと思って、今パワーパフの使ってんだけどね。なんかちょっと緩いからカード落ちそうで怖くて、ちゃんとしたの欲しいなと思って。ちょっとゆるいんだよなパワーパフ、可愛いのにゆるいんだよ。